こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日はフラソリティのキップレザー、キタピラーショルダー S についてフリースピー博多店スタッフの東がご紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではブランドについてご紹介いたします。お願いします。1952年に東京葛飾で創業されたブランドで、柱となる OEM 事業では国内大手ブランドの高級ラインも数々製作してきているメンズを中心としたカバンメーカーです。海外には生産拠点を持たずに創業以来国内生産高品質にこだわり続けております。高クオリティの生産能力を持つ彼らがどこにも真似のできない製品を生み出したいといった思いから始めたのがオリジナルブランドフラソリティになっています。では使われている革についてご紹介いたします。主な素材にはキップレザーですね。こちらの表面にキップレザーを使用しております。キップレザーとは生後半年ほどの子牛の革になりますので、キメが細かく肌触りがとてもいいのが特徴の革になっています。カジュアルな高級感をテーマに開発しておりまして、風合いと軽さを追求した土台選びからできるだけいいパーツを無駄なく使えるようワンランク上の丸革を使用しています。またもう一つサイドの根革とこの口元ですね、使用しているのはまた別のレザーでして、メイモンタンナーが舐めしたブッテロレザーを使用しております。ヌメ革の王様とも呼ばれるこちらの革はオイルをたっぷりと含んでおりまして、使い込むほどにツヤが増して美しい経年変化も楽しんでいただけます。こういった感じですね。いやめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですよね。そのコントラストがすごい素敵です。この組み合わせいいですよね。いいですね、はい、手触りもすごい柔らかいので、ぜひ触っていただきたいカバンになっています。はい、こちらの構造についてご紹介いたします。はい、こちらのショルダーなんですけれども、何度もモデルチェンジを繰り返してたどり着いたこだわりのディティールということなんですけれども、まず先ほどもお伝えしましたようにブレザーのソフトな質感とブッテーロレザーのハードな質感を組み合わせておりまして、綺麗な形を保っているようなデザインになっています。でこちらが通常カバンの製作では使用しない立体裁断を用いて体へのフィット感を実現しております。でショルダーも革を使用しておりますので、体に馴染むようなオールレザーで仕上げてあります。すごい肌触りいいですよね。そこ、そうですね、この口元は取り出しやすさを考えておりまして、若干こうカーブしているデザインになっているんですよね。この持ち手もフラソリティと書いたすごくおしゃれなデザインになってます、ね、上品さもありますね。はい、そして外側には裏の方に隠しポケットが1箇所ありますね。あ、かわいらしい。かわいいですね。イヤホンとか入るんじゃないかなっていうサイズ感ですね。そうですね、はい、ここのサイズのポケットですね、そして中身を開けるとこういう感じになっていますね。中がグレーのナイロン素材ですね。落ち着いた印象のカバンになっていまして、ポケットがこちらの側面にジッパーのポケットが1個、スマートフォンとかは余裕で入るサイズ感です。大きめなポケットですね。とその反対側にオープンポケットが2箇所見えますか？見えます。ここと見えますここ、うんうんうん、その横にこのボタンがついたポケットですね、1箇所あります。でここから見ると表のステッチと中のステッチ、はい、すっごいやっぱ可愛いですね。可愛いですよね、ここのデザインが。内装にもしっかりステッチが施されてて可愛いです。そうですね、このポケットの部分にも上質なブッテーロが使われているので、なんか細部へのこだわりが、あー可愛い、すごい感じますよね。いやすごいですね。はい、こちらのカバンですが、カラーはブラック、チョコブラックとこちらのオリーブの3色でご用意しております。はい、ということで本日はフラソリティのキップレザーキタピラーショルダー S についてご紹介させていただきました。商品詳細については概要欄の方にリンクを貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。